警察予備隊は、日本において1950年8月10日に、GHQ のポツダム政令の一つである、警察予備隊令により設置された、武装組織。1952年10月15日に、保安隊に改組された。日本の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するため、国家地方警察及び自治体警察の警察力を補うものとして設けられた。 その活動は警察の任務の範囲に限られるべきものであると定められていたが実質的には対反乱作戦を遂行するための準軍事組織もしくは軍隊であり装備は M1 ガーランド小銃、戦車など重武装であった組織としては総理府の外局扱いとされ警察とは独立して内閣総理大臣の指揮を受けた同時期に存在した 警視庁予備隊と混同されることがあるが、警視庁予備隊は後に、警視庁機動隊となる部隊であり、警察予備隊とは関連しない。警察予備隊総体総幹部1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争において、アメリカ軍は日本駐留部隊を朝鮮半島に出動させることとなった。その時点で、日本駐留陸軍部隊は、 第8軍の4個師団であり、九州中流の第24不評師団は直ちに移動を開始している。その後、7月上旬には、第8軍全部隊が、朝鮮半島に移動することとなり、日本における、防衛兵力、治安維持兵力が存在しないこととなった。7月8日、マッカーサー原水は、吉田茂首相に対し、日本警察力の増強に関する所感を提示した。 この書簡においては、事変、暴動等に備える治安警察隊として7万5000名のナショナルポリスリザーブの創設が要望されていた。公表された書簡では、先の表記が採用されていたが、GHQ 部内資料である日本の安全保障書機関の増強においては、コンスタブラリーと称されており、アメリカが第二次大戦前に、 フィリピンで創設していたフィリピン警察軍、アメリカ軍政調統地下の南朝鮮で、創設していた南朝鮮国防警備隊のような隊、反乱作戦部隊を想定していたものと考えられている。日本に再軍備を認めることは、時の陸軍長官、ケネス・ロイヤルから、国防長官、ジェームズ・フォレスタルに提出された答申。 日本の限定的再軍備で1948年5月に確認された規定の事項だった。1950年8月10日、警察予備体令が交付された。同第9条には内閣総理大臣の他に担当大臣をおける旨の規定があり、実際に1951年12月26日から1952年7月31日まで国務大臣、 大橋武雄がその任に当たった。長は警察予備隊本部長官であり、創設の1950年8月14日から廃止される1952年7月31日まで原慶吉が務めた。長官を補佐する警察予備隊本部次長には、同じく1950年8月14日付で江口美とるが任命された。任官して、 初の朝礼に臨む、警察予備隊の警察官警察予備隊令不足、第二項において、当分の間は、タイムの一部を国家地方警察が職唱することとされ、警察予備隊早々期の隊員募集や部隊編成、駐屯地設営など、部隊の立ち上げ業務のほとんどを国警が代行することとなった。最初期の人員教育も、また、国警によって行われた。 人員募集は8月13日より開始され、10月12日までに74,158名が、管区警察学校に入校した。しかし、採用された隊員のすべてが一律に二等警察に任命され、この時点で幹部隊員は事実上存在していない。50年8月23日の警察予備隊、第1期の入隊と同時に、幹部育成のほか書き、通信。 施設、車両などの教育を担当する学校である、江田島学校が設置され、幹部要員として、第1期入隊者から選抜された約200名が、大阪に集合し、米憲兵に守られながら、広島港から上陸用州堤に乗り込み占領中の江田島に着いた。教育訓練は、旧兵学校施設を使い、兵学校の日課に順じて行われ、 日本語を話す日系人を含む米軍教官から武器や通信機器などの使い方を学んだ。訓練期間は4週間で、その間ほとんど外出は許可されず、50年9月28日に第一期幹部訓練は終了し、幹部隊員が誕生した。米軍指導した日本再軍備に大きな役割を果たした江田島学校は51年4月に閉校した。 このように仮幹部の任命と教育訓練は行われたものの任命条件などが不明瞭であったこと。第一期幹部訓練終了者200名では7万4000名の隊員に対して絶対的に幹部指揮官が不足であることもあり、幹部の充足が急務とされた。警察予備隊の参謀長に就任する予定であったハットリ郎タクシロウは、 チャールズ・ウィロビー・ジーに部長の依頼を受けて、旧軍医将校を中心に400名の名簿を作成したが、マッカーサーの政治判断によって、公職追放された人物は採用されないこととなり、この案は却下された。代わって、現長官を準備委員長として、一般公募800名、各官光所からの推薦募集200名の1 0名の幹部が選任されることとなり、まず10月9日、 制服組トップたる中央本部長として内務官僚出身の林慶三警察官が任ぜられた。同年12月29日、中央本部長は総体総監と解消された。総体総監は後に第一幕僚長、陸上幕僚長に解消された。警察予備隊は朝鮮半島に出動した在日米軍の任務を引き継ぐ者として創設されており、 朝鮮戦争開戦時において在日米軍が行っていた任務がほとんど治安維持のみであったことから上述の通り当初は軽装備の治安部隊に近いものとして構想されていたしかし朝鮮戦争の戦況悪化ことに11月25日の中国人民志願軍参戦を受けてマッカーサーは自由主義陣営が極東において共産主義陣営と まさに退治しつつあるという危機感を強め、警察予備隊を中分増化する方針を示した。ソウル再陥落の前日となる1951年1月3日、マッカーサーは、朝鮮戦争における要求に匹敵する優先度を持つものとして、警察予備隊に必要とされる兵器リストを、アメリカ合衆国陸軍省に提示した。 これは M26 パーシング307両を含む760両に及ぶ早期車両などほぼ米軍の4個不評手段に相当するものであった。2月9日、アメリカ統合参同本部はこの要請を基本的に承認したものの国務省の反対やマッカーサーの更迭などによって重装備化は遅延を余儀なくされた。しかし警察予備隊の第五期訓練より これら重装備については、在日米軍の保有機材を使って訓練が開始されており、保安隊に改編される直前には、すでに軽戦車や、榴弾砲など、一部重装備の供与が開始されていた。警察予備隊の創設、及び再武装化は、ポツダム宣言や日本国憲法第9条に、抵触するものであるとして、直ちに極東委員会で、ソビエト連邦の反発を招いた。 また、日本国内でも、左派、共産主義者が連携し、国会でも重要な議題となり、最高裁判所に、意見訴訟が起こされた。吉田は自前での装備品調達は諦め、当面は、国連軍から、対応されるという形でこの批判を交わした。また、指揮系統をより強固なものとするため、旧軍軍人の追放解除も検討されるようになった。まず6月1日。 旧軍の影響が少ないものと期待された陸軍主管学校58期生より245名が第一期幹部候補生として入校したが58期生は小委任官が終戦直前であったために実務経験が乏しく期待されたほどの効果はなかったこのことから築地に左官級まで募集が拡大され10月1日には405名の元左官が 12月5日には407名の元遺憾が採用された。マッカーサー公鉄後に GHQ 総司令官に任ぜられたマッシュリージオ A は朝鮮戦争の国境改戦において政治任用された韓国軍の一部高級将校が重大なリーダーシップの欠如を示して回覧の短所を作った一方、旧日本軍、満州国軍での軍役経験のある 韓国軍指揮官の少なからぬ部分が検討を示したことを考慮し、大佐級の旧軍軍人の追放解除を検討するようになった。しかし、日本政府が、服部トリ・郎他についての不安を表明したこともあり、大佐級の高級幹部の追放解除は、保安隊への拡張改変を目前に控えた1952年7月まで遅れることとなった。 旧陸軍十名、旧海軍一名が7月に採用決定され、保安隊発足後の8月20日に入隊している。なお、ハットリが、警察予備隊参謀長就任に失敗して、以後、ハットリグループは、不穏な動向を示しており、吉田茂首相の暗殺まで計画していたとされるが、CIA の情報評価は F6 であり、信頼性を判断できない。 情報源がもたらした信憑性を判断できない情報であると判断されている。また、警察予備隊への旧軍大佐級の入隊に際して、服部は関係が疎遠になっていた、辰巳栄一元中将と協力して人選を行っている。辰巳は服部が従来の経緯を忘れて、警察予備隊に協力し、旧軍の大佐級の入隊を実現させたこと、その後も、 警察予備隊の育成には常に誠意を見せたことを例に挙げ、ハットリを立派な男だと思うと回想している。バズーカの訓練警察予備隊の訓練は基本的にアメリカ軍事顧問の監督下で進められた。訓練は段階的により部隊規模を拡大し、これに応じて重装備化も進められた。また、保安隊への改編を目前に控えた10月からは、さらに 1> m 1 1 5 5トル榴弾砲の供与が開始された。中央に警察予備隊本部が置かれ、これが内閣総理大臣の幕僚機関となった。実力部隊としては警察予備隊総隊が置かれた。総隊の司令部機能は総隊総監部が担った。総隊総監部及び四個間区隊を機関とする編成は1950年12月29日に、 交付された警察予備隊の部隊の編成及び組織に関する規定により決定された。それまでは仮部隊の編成であった。各艦区隊は定員約1万3000名でほぼ師団に相当する。これらの艦区隊の編成完結は1951年5月1日のことである。艦区隊の編成は艦区総監部及び直轄部隊のほか 三個普通科連隊、一個ないし二個の特化連隊であった。また、出身地に近い場所に配属される、郷土部隊主義が建前であったが、その実施は困難であった。艦区隊、配置1951年10月、ルンス台風により、山口県久賀郡一帯が孤立、自然災害の被害に対して、初めて警察予備隊の投入が行われた。 1952年4月28日に、日本国との平和条約が発効し、警察予備大礼を含むポツダム命令は原則として180日以内に執行することとなったが、警察予備大礼については、同年5月27日の改正により、当分の間、法律としての効力を有するものとされた。しかし、法的根拠の明確化。 体制整備等を図るためには新法による組織構築が必要と考えた政府は、海上警備隊を統合する保安庁構想のもと、保安庁法を成立させ、同年8月1日に保安庁を発足させた。警察予備隊は、後の防衛省の内部部局に相当する、本部、陸上幕僚幹部に相当する、総隊陸上自衛隊に相当する、 艦区隊以下の部隊等に分けられ、本部と総隊はそれぞれ保安庁内部部局と第一、幕僚幹部への移行と同時に廃止されたが、部隊などは10月14日までの2ヶ月半に限り、警察予備隊の名称のまま保安庁の下部組織として存続され、10月15日の保安隊発足に伴い、正式に完全廃止となった。警察予備隊と保安隊の階級賞。 警察予備隊の気象は警察を表す、朝日章に平和の象徴である鳩があしらわれていた。ありがとうございます。